ザー牛山川健生 VS 安本春人。本日の第5試合フェザー級 57.5 キロ3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦です。ライズワールドシリーズ2022、それではただいまより大滝総合体育館で行われています、山川健生対安本春人の一戦です。この試合解説は山田康生選手、ブラックパンサーベイノー選手、小林マラソン選手です。お三方どうぞよろしくお願いします。お願いします。 WBC 無敗日本統一フェザー級王者安本春人。アマチュア戦績は150戦以上、現在29戦して25勝1敗に負け、1コンノーコンテストです。安本春人 57.45kg、 キックボクシングアカデミー札幌所属、ライズフェザー級6位山川健山川健生。さあまずは山田選手、はい、この安本選手なんですけれども、今年2月にライズ5年ぶりに登場しまして、はい、ノーコンテストという結果に終わったんですよね。はい、そうですね、打撃は打撃だったんですけどね。そうなんですね、まあ、ちょっと違う打撃やったっていうね。ちょっと肘が入ってしまったということ で、 ノーコンテスト、はい、ということになりました、はい、ですから、まあ、その時の、まあ、戦いを払拭したいという思いももちろんあるでしょうね。そうですね、まあ、でもただあの凄さは見せたと思うので。見せましたね、まあ、今日の一戦ちょっと楽しみですね、はい、さあ第5試合がこれから始まります。第1ラウンド開始の分が鳴りました。青いトランクスが山川健生、そしてシルバーのトランクスが安本春人です。そしてベイノーさん、ひらりと打撃前に出ていきます。安本春人が前に出ていく。いや、ベイノーさん強烈な打撃が今ドンピシャで右スルッと入りましたね。ただここは殴り返していく、強引に言いましたね、はい、いや、マラソン選手最初からすごい展開になってきましたよ。ちょっとびっくりしましたね、目の前で起きたんですけど、私でした、はい、共にマラソン選手の身長では同じような体格ということになりますよね。そうですね、お互い起用率も高いんで一発がすごい見どころですね。はい、サスポータイムの山川健生に対しまして、安本春人はオーストックスタイル、右のグローブを引いています。さあ第1ラウンドからバチバチです。対、はい、サウスポーに対する戦い方が上手いですね。やっぱり戦績が豊富なんで、いや、もう早期決着も最初の一発であるかなと思ったんですけど、しっかりハイキックで決めましたね。山田選手も綺麗なハイキックで相手倒してきましたけれども、いや、もう全然僕なんかですごいですね。いや、ベイノさんすごい展開になりましたね。いや、早いっすね、早かった見えなかったですね、このハイキックあーっつってあーっつってましたから、はい、1ラウンド1分4秒での KO タイムということになりました。ちょっとだって、マラドさん見えました今の。いや、なんのつもりなのそれ。いや、本当にマラゾー選手、あーって言えなかったですからね。そうなりますよね。いや、あれはそうなると思います。すごいな、今の。いや、すごい打撃ということになりましたが、まあ、そこまでの布石があってのあのドンピシャのハイキックですよね。そうですね、その前からベイノさん、かなり打撃としては前に出てましたからね。そうですね、ミドルのこのストレートと、この散らしている分のこのハイキックドンピシャですけど、見たいですね、これ。うわー、ハイキックドンピシャ、右のハイが顔面を捉えていきました。うわ、右フックに合わせてますね。パッチに合わせていけるよこれ。山田選手もうタイミング的にはドンピシャですか。ドンピシャですね、あのやっぱり行ってるタイミングで殴られたり蹴られたりするのが一番効くんで、やばいですね。相手が出てきたところにしっかり合わせたという感じです ね。さあ、安本春人選手のインタビューです。どうも、橋本道場の安本春人です。この間すいませんでした。今回はちゃんとハイキックで KO できてよかったです。これからもっともっとフェザー級
荒らしていくんで、もっと強い相手お願いします。今日はありがとうございました。でした。ショー。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いします。何かこう、マラソン選手、息も切れてないような、そんなインタビューになりましたね。そうですね。いつもインタビュー可愛らしい感じで、最後に締めてました。はい。いやいや、これからフェザー級、台風の目となっていくんでしょうか。1ラウンド決着、見事なハイキックを決めていきました、安本春人です。第5試合フェザー級の試合、山川健生対安本春人の一戦は、安本春人が1ラウンド決着、KO 勝利です。